松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。作物ができてるね。農園に行きますか。ねえねえ、ちょっと聞いてよ。お、一番人気。ただいまより投票受付を開始します。さあ各馬を迎える緑の夢のステージです。宝塚記念いよいよスタートです。今年もあなたのそして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、片野ギムレットか上野クレッセか。私の夢は大優作です。先行グループからまず見てまいりましょう。10番オースミロッチ、先頭内を通ってスルスルとメジロパーマーが上がっていきました。それから大宅ヘリオス、そしてその後ろから9番名勝ビトリア、この辺りちょっと離れている1番ホワイトアロー、それから3番上野クレッセ、その外からはバンブージャンゴ、ミスタースペインが、その後ろ第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー外を通って6番成田ハヤブサ、それからもう1頭12番大優作、11番クリゲの馬体ムービースターでやります。そしてしんがりから片野ギムレットという展開です。さあ先頭の方はどうなっているか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はメジロパーマーであります。第3コーナーに向かいます。12頭その外10番オースミロッチ、そして3番手に2番大宅ヘリオスであります。それから9番名勝ビトリア、ちょっと離れて1番ホワイトアローであります。3番上野クレッセ、その後ろでやりましょうか。5番バンブージャンゴ、12番大優作、徐々に差を詰めます。ミスタースペイン、さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。緑の帽子メジロパーマーが先頭、大宅ヘリオス懸命に追う、外から懸命に大宅ヘリオス、さあ抜けました大宅ヘリオス、ホワイトアローが2番手捉えるか。ホワイトアローかわして先頭に立った。大外から強襲片野ギムレット、1着1番ホワイトアロー、1番人気の片野ギムレットが2着。
気を取り直して次行こう。1着1番、2着。馬がレースから帰ってきたね。仕上がりだね。いい感じだね。はい、何です？クエスト達成、やったね。プレゼントが届いてるよ。ちょっと聞いてよ。はい、何です？私は追い込み馬が好きだね。豪快にグワーって上がってく。気合い十分だね。お、嬉しいか？よしよし。クエスト達成、やったね。ねえねえ、いい感じだね。感じだね。いい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 感じだね。はい、何です？ねえねえ、お、いいじゃないの。元気だね。はい、何です？今週はレースがあるよ。お、いいじゃないの。お、
嬉しい。はい、何です？一番人気だね。ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した11頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。先手を取ったのはヒットウッド、オールアットシー、カルドゥーン。その外からはテイクリスクス。その後ろでありましょうか、ブリーフトゥルース、ミシェルがそのうちにいます。それから足毛の馬体、エルプラドであります。1番、パトゥーフ。その外、シャープレビュー。ご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気のカタノギムレット。内を通って上海。ペースが落ち着きました。3馬身くらいの差をつけてヒットウッドが先頭です。それから6番、オールワットシー。そしてその後ろから3番、カルトゥーン。それからもう一頭、10番、ブリーフトゥルース。そのうちからはテイクリスクス。さあブローニの森に大歓声が響き渡ります。カタノギムレット、馬群をさばききれるかどうか。差を広げたヒットウッド、まだ余裕がある。2番手にオールアットシー、ブリーフトゥルース懸命に追う。1番内ヒットウッドが頑張っている。カタノギムレット、ここからどう伸びるか。カタノギムレットも追い込んできた。ヒットウッド先頭、カタノギムレットが差を詰めてきた。カタノギムレットが3番手粘っている。ヒットウッド、カタノギムレットが襲いかかる。内か外か、最後はもう渾身の鞭さばき。並んだところがゴール。よく頑張った、偉いぞ。1着8番、2着11番、3着1番、以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。いい感じだね。体重はバッチリだね。